目が見えないっていうのは一つメンタル気持ちの面でちょっとどうなのかなと思ってしまいますよね。この状況の中で走れるって本当に強いですよね。やはりですから前にいる選手がかなり有利だなと、ね、いつも追いかけるときはとにかく前を見てっていうのが今回はできないので、いやちょっと待ってください、これあのカメラを通してですがちょっと見えないですね。かなり2位に千葉の佐々木がいて、そのすぐ後ろにおそらく迫ってきていますね。これ長崎と先頭との差が13秒です。神奈川とですからこの3人との差が13秒、広がってきました。で、小田さん、第2放送車から長崎抜きました、千葉を抜きました。あ、前にいるのは長崎なんですね。2位が長崎で、3位が千葉で、4位が京都。京都です。そうですか。いやこれはかなり、そうですね、これまでの最低気温が4度で、きっとこれを下回ってると思うんですよね。先ほどね、2度というポイントがありましたね。折り返しではですね、日本一過酷と言っても今までのペースになってるんじゃないですかね。本当その中で幸いなのが、もう皆さんの力で雪かきをしてくれてますので、はい、足元は選手たち滑ってるような様子全くないですからね。いや、ですから確かに体がこわばる部分あるかもしれないんですが、はい、先頭のタイムは決して遅くないんですよね。そうなんですよね。そこがもう本当に素晴らしいなと思います、はい、そして沿道、先ほどご指摘ありましたが、今残り1キロの、マークも見えましたが、このロック、いや帽子のひさしにですね、はい、雪が積もってるんですよね。長浜はすごい環境の中でよく走っています。ただ長崎が少し大きくなってきた、はい、長崎がですね、ちょっと姿が大きくなってきました。今手元で測ると大体6秒から7秒ぐらいですね。長崎のロック、長崎南高校3年生の白石、非常にスピードがあるランナーだと藤永監督が言っていましたが、あ、はい、そうです。去年もロック同じ区間を走ってます。区間20番なんですよね。きっとそれ以上の走りを確実にしてきてますよね。そうですね。でスピードランナーなので、ここからの走りもラストもう800切ってますので、はい、まだまだぐいぐい上げてくるんじゃないでしょうか。優勝争いはどのあたりまでかというところですけれども、まあ30秒ほど